ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ミッドナイトシンドローム、続きをやっていこうと思います。さあ、こっくりさんのショーを抜けて、猫屋ちゃん一人で次の噂を探すところだったかな。はい、行きましょうか。猫屋ちゃんのね、直感をどうやって使うんだったかな。はい、あ、まだ貼ってあるこの汗水垂れ流そうのチラシ最初にどこ行けばいいんだろうね。いろんな教室回ったら何かいるかな。パッと見すごいね、こんなに賑わってるの教室誰もいないみんな廊下に出てる。廊下にいるのかな、みんな。もっと情報集めなきゃ。あ、普通に人とは話せるんだねこれね。はい、男子高生がいる。でも顧問の先生めっちゃ怖いんだよな。何、バスケ部、バスケ部ですか。もうサボっちまえよ。何ですか、バスケ部ですか。もうすぐ部活行かなきゃだよ。3度目のバスケ部ですかここの回にね、チラシある。バスケ部以外何があるんだろうね。はあ、私も藤田さんみたいに美人だったらな。でもさ、ちょっとだけお高く泊まってるとこあるくない。そう。でも結構なイケメンの告白も振ってたもんね。そうそう、前の学校では超遊んでたって聞いたのに、田舎の男なんて的な。最近みんな藤田先輩の噂ばっかりだな。ポンズちゃんは転校生なんだね。あ、メモ帳を更新しましたって出てる。メモ帳、持ち物かな。あったあった。あ、ここに猫屋の直感があるんだね。はい、どこに行けばいい噂が手に入るかが分かる。一回使ってみようかね。これ早くやりたい場合はお使いくださいって書いてましたもんね。はい、3の1から噂の香りがする。なるほどね、取り逃しもね、防止できるって言ってたもんね。ガンガン使ってもいいかもしんないね。さあ、とメモ帳には、はい、学校の噂をまとめるメモ帳、猫やお手製、お、いいですね。はい、決定機で集めた噂を確認できます。はい、あ、すごいかわいい手書き。はい、その他の噂で藤田先輩はモテるって書いてある。会議の噂はまだね、まだ何ももらってないからだね。凝ってますね。はい、どこって言ってたっけ3の1だったらここ1年生のところか。なるほど、もうすごい回り込んできちゃった。はい、今からどこに行くかの話かな。やっぱカラオケとか高いし。何の話してるの。あ、うん、別に。そう、なんだろう、若干はぶられた感が。みんなどこでバイト探してんだろうね。何の話してるの。え、何でもないよ。すごい、なんかあれだね、ちょっと聞いても教えてくれない。そう。はい、そしてこちらの方は。バレたらすぐ情報まではま、あ、めっちゃ感じたすぐ情報出回るもんな。何の話してるの。あ、いや、何でもないよ。あ、そう、これあれだね、ひそひそしてるから逆に噂話聞きつけられたらやばいんだね。3の1って言ってたん、じゃあ上の方行こうか。もう一回上かな。結構一気に人が、最初の校舎が全然あれだったから、全然いなかったから。さて、ここが3の1だね。誰だろう、眠っているようだわかんないなこれは。はい、そして、本当なんだってば。はいはい、あんたはいつもふわふわしてるから、そんな夢みたいなもの見るのよ。本当に本当に見たんだって。神舞神社で幽霊を見たって言ってた子、他にもいたもん。幽霊？本当？どんな幽霊？暗かったからよく見えなかったんだけど、階段で休んでたら後ろから声がしたの。賽銭入れろって。やっぱり嘘じゃん、期待して損した。本当に本当に本当だもん。来た来た来た、こういうの待ってたんだよ。早速部室に行ってみんなに報告しなきゃ。3階の渡り廊下に行こう。はい、これを手に入れたらね、よかった。メモ帳可愛いから見たいな。さて、アイテム、メモ帳。はい、あー、書いてる書いてる。会議の噂、神舞神社で幽霊、正体は、場所は、はい、桐下先輩に聞く、調査結果はわからないと。なるほどね。まあ、ここ4階だから、1階下の3階へ。
辺の歩いてる人たちにもね、いろいろ聞けるんだとは思うんですけど。それにしても神前神社か、どこにあるんだっけ。あんまり行ったことないんだよな。今度キリスタ先輩に聞いてみよう。あ、ここで終わりだったんですね。大将コックリさん、解決？あ、わからないんだまだ。はい、このまま続けますか。セーブして続ける、セーブして終わる。これはちゃんと解決するのがいつになるんだろうね。神舞神社って帰り道にあったんですね。今まで全然気づきませんでしたよ。ま、用事がないとあんなとこめったに行かないからな。私も小さい頃に数回行ったことある程度だ。こんな近いなら先帰らないで藤田先輩のこと待っててあげればよかったかな。なんか先生に呼び出されたとか言ってましたけど。神社に来たがるかは置いといて、なんで呼び出し食らったんだろうな。珍しいですよね。なんかやらかしちゃったのかな。まさかポン酢に限って。あ、この奥だな。ああ、この鳥居か。そう、昔は神主的なのいたらしいんだけど、今じゃ世話する人もいない。廃神社みたいなもんだな。あ、そういえばまだ先輩には教えてませんでしたね。ここにどんな噂があるのか。部活の先輩たちにも聞いてみたんですけど、ここの神社最近になってから幽霊に遭遇したって話が多く上がってるみたいなんですよ。その遭遇者たちが共通して言うには、姿は見えなかったけれど確かに声は聞こえたっていうのが多いみたいです。へえ、そりゃあ大変だな。目撃時刻はバラバラで、昼間に見たっていう人もいるらしいです。だから昼の肝試しも OK。とりあえず中に入ってみるか。パッと行ってパッと帰ろう。おっしゃー、絶対見つけるぞ。はい、次のお話は6月11日。さあ午後3時だけど、ちょっとなんとなく思い出してきましたね。トワイライトシンドロームとかのシステムを、システム噛んじゃった、システムを。確か解決、未解決か完全解決かで確かあったと思うんですよ。ってことはコックリさん多分まだやり残してることありますよね。はい、神社の鳥居の前来ましたね。中に入ればいいのかな。なんかうろうろ登っちゃった。へえ、ここが神前神社か。なんというか静かですね。そりゃ誰もいないからな、休憩にはぴったりだ。じゃあいろいろ見て回りましょうか。はい、狛犬があって、なんかお賽銭をくれとかくれないとかなんとか、くれないは嘘だけど、なんか催促されるみたいなあれじゃなかったっけ。一回入れてみましょうか。はい、面白い怪奇現象と出くわしますように。願い事って口に出すと叶わないんだって。先に言ってくださいよ。そうなんだね。あんまりまあ口に出して言ってるところは見ないけどね。まあそういうなんかゲームとかではなんかボソボソ言ってる人もいるかもしれないけれども、口閉じてるからこっちがうんかな。うん、口開けてるからこっちがあ、あ、あうんの呼吸ってここから来てるのかな。まだ水流れてんだ。なんて言うんだっけ、こういう手洗うとこ。確か出水者、ちょっと忘れちゃいました。あんまりお参りの作法とか詳しくないからさ、やっぱ手洗った方がいいのかな。長年放置されてるでしょうから触らない方がいいと思いますよ。ここね、ま、犬さんはちょっと見てみた。裏になんかあんのかな。明らかになんかありそうな石碑みたいなのある。神前神社設立記念碑と書いてある。はいはい、これなんか封印されてない。そんな感じしますけどね。ぐるぐる回ってみるけれども、奥にこんなものがあったんだな。
なんかいろいろ書かれてますけど、字は崩れてますし、石碑もボロボロで読めたもんじゃないですね。結局ここまで来たけど幽霊なんて出てこないしさ、そろそろ帰るか。そんな、まだ早いですよ、せっかく来たのに。おいおい、夜まで張り込むつもりか。また明日にでも来ればいいだろ、ポンズも誘って。もしや先輩、最初から幽霊見つける気ありませんでしたね。あ、いや、あ、いや、あるある、幽霊いなくて残念だな。しょうがないですね。今日はこの辺にして帰りましょうか。なんかピシッとかしません？お賽銭がなんとかって言われるはずだけどね。なんだよ今桐下先輩なんか言いました？いや、言ってないけど。でも今確かに声が、ふっふっふ。いい体見つけた。開いたね、お社が。で、出たな。おい猫や、待てって。はい、第2章神舞神社。ここにはね、何がね、いるんだろうね。イカレだ見つけたって言われても困るね。あげられないよね。はあ？神社に幽霊？そうなんです。だって、桐下先輩も見ましたよね。まあな。またまた。っていうか、なんでそんなとこ行ったのよ。猫屋に連れてけって言われたんだよ。とにかく、あそこはマジでやばいです。やばいなら近づかなきゃいいじゃない。まったく、先輩は何にも分かってないですね。やばいから行くんじゃないですか。はあ、何よそれ。今日の放課後、早速行きましょう。絶対何か起こりますよ。やだ、私今日バイトだし。帰りにちょっと寄るだけじゃないですか。桐下先輩も何か言ってくださいよ。え、別に私乗り気じゃねえぞ。何ですかお二人とも。もういいです、この白状もの。私今日一人で行きますから。私が明日死体で見つかったらお二人のせいですからね。何なのあいつ。私あいつのことちょっと苦手だわ。そうだったのか、ずいぶん仲良く見えるけどな。なんというかついてけないのよね。うるさいし。猫屋はお前のこと割と好きみたいだけどな。そうなの？それであの態度なわけ？ますますわかんないわ。まあな。しょうがないから放課後行ってあげようかな。ちょっとだけ。お前も結局それなんだよな。今回だけよ。ま、気にはなりますけどね。はぁ、まゆち、帰る用意できた？って。あれ、どこ行ったんだろう。もう下に降りて行ったのかな？夕暮れ時っぽい色してますね。あれ？いない。もう先に猫屋と神社に向かったのかな？一声かけてくれたっていいのに。ま、いっか。私も神舞神社に行こうっと。マヨチンが言ってたのってここかな。ふわー、虫とかいっぱいいそう。猫屋にあったら文句言ってやらないと。さっさと中に入ろう。さ、一人で大丈夫かな。あとはお賽銭は一応入れたけど、そこがフラグにはなってないかなって思ってるんですけどね。あ、猫屋だ。なんだ、やっぱり先に来てたのね。おい猫や、よかったわね、のたれ死ぬ前にまた私に会えて。あ、怪しい髪色変、
なんか髪色ワンピースのヤマト君みたいになってる。くんちゃん猫や。ああ生えて嬉しいよ。な、何その喋り方。いつもの敬語はどうしたの。あんた後輩でしょうが。ん、ああすいません。それでこの神社に何をしに来たんですか。え、猫屋がここを探索したいって言うから私はついてきたのよ。忘れたの。ああそうでしたね。では早速見ていきましょうか。やっぱり何か変よね。これそのまま帰ってもいいのかな。ちょっと一回そのまま帰ってみようか。おや、境内を見て回るのではありませんでしたか。そうね。返してもらえない。はい、お賽銭は一応入れとこうか。ご縁でいいでしょ。ご縁がありますようにと。奉納する気ありますか。そんな投げやりにせずもっと真摯に。何よもう。分かった分かった、やればいいんでしょ。やれば何事もなく過ごせますように。ふむ、よろしい。これね、ま、でもこれお稲荷さんじゃないもんね。そう、狛犬って書いてあるしね。この狛犬ちょっと可愛いな。口を閉じている狛犬は運行と言います。へえ、やけに詳しいのね。そしてこっちはあ行なのかな。これはあ行ですね。そういえば狛犬って何のために置いてるんだろう。多くは魔除けのためと言われています。なんといってもここは神聖な場所ですから。あとは水屋かな。ずいぶんボロボロな、なんて言うんだっけこれ。長寿屋と呼びます。他にも呼び方はありますが、神と対面する前には身を清めるためここで手を洗わないといけないのです。先輩もほらどうぞ。ああ、はいはい、洗えばいいんでしょ。もう一応手洗ったけど、先にねお賽銭やっちゃったね。ちょっと待った、ここになんかあるな。これいける。あ、いけないか。裏道忘れてたとかありそうだからね。はい、縦札は一緒っぽい。これをなかなか見てくれない。 OK。 何これ、お墓じゃないか、石碑ね。この石碑には神前神社がなぜ建てられたのかということが書かれているんです。こんなに汚れてんのによく読めたわね。読み上げましょうか。先輩、この町に来たばかりですよね。町の歴史を知るいい機会ですし。いいよそんなの、興味ないし。そうですか、それは残念。そんなことよりさ、まゆちんってどこ行ったの。てっきりあんたと一緒に神社に来てると思ったんだけど。まゆちん、ああもしや昨日こいつの隣にいた娘のことか。猫や。お前も愚かなものだ、のこのこと神社の奥まで入りよって。まあこの姿では無理もないか。何言って、あなた猫屋じゃないの。誰、誰なの、答えてよ。お、あ、まだ猫屋ちゃんたち来てないのか。姿をもうすでに見て模しただけってこと。一通り探したけどどこにもいなかったよ。やっぱり帰っちゃったんじゃないですか。私たちよりもバイトの方が大事なんですよ、あの人は。おかしいな、行くって言ってたはずだけど。私たちがトイレ行ってる間に一人で行ったとか。まさか、そんなわけないでしょ。それより早く神社行きましょう。今日こそ逃げずに正体を突き止めますよ。これはやばいのでは。
藤田先輩、本当に一人で神社行ってたらどうしよう。どうしようって？ちょっとね、だって怪しい影が、怪しい声がかね。だってほら、今先輩神社に一人きりなわけでしょ。ああ、確かに。大丈夫かな、あの人意外とビビリだから今頃ワンワン泣いてるかも。何事もなければいいけどな。いやもう多分やばいんじゃないかな。ん？あれ？これ藤田先輩の自転車じゃないですか？やっぱり先に来てたのか。早く合流しなきゃ怒られるぞ。はい、二人はねまだ来てなかったんですね。私てっきりもう襲われた後なのかなと思ってたんですけど。先輩、藤田先輩いるんですか？あれ、いないのかな。待て、奥から声が聞こえないか。あ、確かに、行ってみましょう。間に合うのかなこの状態で。あ、藤田先輩。猫や？お前、そこにいるのって。私？なんで？何が起こってるんだ？逃げよ、あいつやばいよ。え？何してんの？早く！また逃げるの？本当に？ちょっと待って。これ今戻ったらダメですかね？ちょっと一回セーブします。戻ったら怒られるかな？早く逃げないとみたいな。何なのあいつ。あ、戻れないね。なるほど。あ、前に回り込んでる。おい、勝手に逃げるな。え、今どこから？もしやお前、私が口の利かないクグツとでも思っているのか。少しは私の話を聞け。一体誰なんだよお前。猫屋の格好なんかしやがって。私か？私は。あれ、なんか透けてない？やはりこの姿を保つのは苦しかったか。すまないがお前たち、そこの賽銭箱でお参りしていってくれないか。頼む。さっきやったよ。うん、わかった。今お参りすればいいのかな。ねえ、これでいいの？はあ、助かった。早く消えるところだったよ。改めて聞くけど、あんたって一体何なの？私はこの神社の氏神だ。断じて悪霊などではない。安心してくれ。神様？なんで神様が猫屋の格好をしてんのよ。まあまあ、それについてもいろいろ語り合おうじゃないか。せっかく人の体を手に入れたのだから。そうね、聞かせてもらいましょうか、あんたの正体について。ほう、なんだろう。制限時間以内に質問に沿った言葉をクリックしましょう。残りゲージがある。いきなり何かちょっと違うパートに入りましたね。不適切な言葉を選択した場合、失敗となります。失敗しすぎるとゲームオーバーとなりますので、ご注意ください。はい、じゃあまずはバッドエンド見ていきましょうかね。うまく会話を引き出し、彼の正体を突き止めましょう。よかった、やっぱり彼だったんだ。なんとなく彼かなと思ってその声当てをしてたんですけど。さて、親切設計ですね。なぜ猫屋の姿なのか。はい、一応タイムリミットがありますね。30秒。はい、そんなに怯えなくてもいい。氏神というのはこの土地を守る神のことだ。私は悪い神などではない。神前町にはもうあまり神社がない。日が暮れてきたな。はい、変化する対象を探していたと。はい、まあ多分変化する対象を探していたとかだと思うんだけど、一応日が暮れてきたなとか。何が聞きたいのかよくわからないな。
はい、これは明らかにダメですね。そしてまあ大体間違えていいのは4回ってところですかね。そんなに怯えなくてもいいとか、適当なところ行ってみようか。はい、やっぱりダメですね。あれ3アウトか。あまりにも見当違いなところを行くとゲージの減り幅が多いかもしれないですね。はい、じゃあ私は悪い神などではない。残念。やっぱりこいつ怪しいわ。全然話通じないもの。話を聞いてもらえないのならお前たちに用などない。さっさとここから立ち去るがいい。言われなくたってそうするわ。それから私たちはあの神社には行っていません。今思えばあそこできちんと話を聞いてあげればよかったのかもしれません。そうすれば私たちが助かる道があったのかも。もう今更考えても手遅れですが。はい、ここでね、何が起こったかもね教えてもらえないまんま、もう訳の分からず、ただでも私たちは助からないでバッドエンドっていうことですね。はい、ではでは2章に入りまして、ちょっとね謎な存在が出てきたところで今回は終わっていこうと思います。今回もここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のミッドナイトシンドロームでお会いいたしましょう。また次も小坂とあっそぼー。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。